文化放送さて将棋の王座戦五番勝負第4局が昨日京都市のウェスティン都ホテル京都で行われ藤井聡太七冠がついに史上初の 八冠独占しました。藤井聡太さんと同じように十代後半に将棋を指していた経験を持つ映画パーソナリティ琴吹篤子さんです。琴吹さんおはようございます。いやあめでたいということで琴吹篤子さですよ。ろしくお願いします。ちょっめでたいんですよ。琴吹さんやりましたね。いや琴吹さんやりましたね。<え>はいいんですけど。ええ、ちょっとこの将棋こすりすぎというか。うかいやいやその藤井聡太さんはいいんですよ。ええ 僕が10代の頃、藤井聡太さんと同じように将棋をさせていたと。え、間違いじゃないですよね。いやいやいや、だから、間違,いない間違いじゃないんだけど、<え>何回か高校時代休み時間に将棋打ったことあるって言った話が、ええ、ここまで広がりますかね。広がるんですいや、それにしてもね、はいはい、藤井聡太さん、将棋のタイトル戦、史上初の八冠制覇達成ですよ。 まずはだから同じ騎士として感想をお願いします。いやいや、同じ騎士ってやばいでしょ。<え>同じ騎士って言われて、えー、そうですね、とは言えないでしょ、う。言ってくださいよ、そこなんとか。怒られ、それこそ怒られるわ、リスナーに。でも、やっぱやる男だと思ってましたけど、やっぱ決めましたね。そうですね。え、あの羽生さんだって、はい。到達できなかった粋、はい、なわけで、まあ。あの当時はね、この七冠しかなかったからね。一つ増えてね。増えて。 いやこれはすごい話ですよで,す、ね、では改めて藤井聡太八冠が手にした将棋のタイトル八冠ことさん教えてくださいいや何回やるんですかこれいやもう何回もやらないとこれねでもリスナーも飽きてるって飽きてないってもうこのなんだかタイトルがなんだタイトルがなんだってまさから二文字熟語みたいな、ええええ、<laughs> でもこれ八つえたら大したもんですよ 不動です王将名人竜王王位栄王起王棋聖王座これで8つなちなみに羽生善治さんが1996年に当時の将棋界で初の全タイトル制覇した時7冠だったんですね、うん、でも現在は8冠でまあですからその当時は1冠足りなかったんですが寿さん、はい、当時まだなかったタイトルは何だったでしょう これがね、規制ではない。はい。でももちろんこの竜王やら、名人やら、王将やら、レジェンドというかこの古くからあった、新しいやつがなんかありましたよね。もう一回ちょっと言ってもらっていいですかもう一回ですかもう一回ちょっとお願いします。もう一回お願いします。八つです。王将、名人、竜王、王位、叡王、起王、棋聖、王座。起王です。ファイナルアンサー。 そうですか。<laughs> ファイナルアンサー、ね、これは AO なんです。あれ、ちょっとちょっとちょっと AO でしたっけ、はい、？AO というタイトル戦が2015年度に一般この棋戦あの初棋の戦いとして第一期が開始されたものでして、2017年度の第三期からタイトル戦に昇格、一番新しいタイトル戦 AO 戦なんですね。あのー、AO 入試は。 新しいよで覚えてるどうでしょうあ、栄養入試っていうのは新しくできた制度だよっての頭に入れるとあ、栄養、はい、っていうのは一番最近の<ー>こういう覚え方をすればいいんじゃない,ゃないでしょうかはい。まあなのでハブさんが七冠を独占した時にはなかったタイトル戦が栄養戦 まあそれにしてもです、ね、藤井聡太さんは八冠目指す傍らですで、まあ、に持っている七冠を防衛しなくてはいけなかったわけですから、まあ、そんな中、まあ、先週土曜日には藤井聡太さんが待つ竜王のこのタイトル戦七番勝負も始まったというんですねまさに王座戦と竜王戦がほぼ同時進行という強行スケジュール、まあ、こちら竜王戦七番勝負第1局は藤井聡太さんが82手までで伊藤匠七段を を下したというんですね。小木、うん、さんこの対局相手の伊藤匠七段のことはご存知ですか。伊藤君ね。伊藤君。あごめんなさい。だから偉そうに言ってるわけじゃなくて。ええええ、伊藤さん多分お若いでしょう。はい、伊藤さんってなんか伊藤さんってお若い気がするんだよなですから。では問題です。 この藤井聡太さんと竜王戦を戦っている伊藤匠七段は藤井聡太さんより年上か年下かさあどちらでしょうちょっと待ってよいやいや伊藤さんって確か若かった気がするんですよ。はいなんかあのー、藤井聡太さんのライバルとか言われてはいなんか見たんだよねニュースをね。年年上か年下かか下、ええ、これだから藤井 ソータさんがやっぱり若くして、ドーンってやっぱりこうメジャーになっていったじゃないですか。はい。だから藤井さんの方が年下って思いがちだけど、実は伊藤さんの方がもっと若いっていうことで問題を出すパターンもあるのとともに、はい<ー>。僕やっぱりおはようテラちゃんのレギュラー歴長いですから、はい。 となると僕ね、ちょっと傾向と対策あるんですよ。はあ、年上か年下かでしょそうです。これね、意地の悪いスタッフね、もしかしたらね、同い年っていうね、このパターンもあるんですよ。あ,あ,あの、おはようテラちゃんのこの、ちょっとね、ずる賢い。ずる賢いってちょっと <laughs> 表現良くないと思いますよ。<laughs> 来週からもいなくなっちゃうかもしれません。あの、え愛してますけどね、そのずる賢さを愛してますけど。ええ。っていうパターンもあるかななんて思いますけど、どうですかと、ね、ぶきさん すごいですね。マジで何同い年。ほら来た。おかしいと思ったんだ。すごいですよ、ことむきさん。年上か、年下か、さあどっちって言ったら、ハ、ええ、イアンドローで考えるのに、タイってなかなか出ないじゃないですか。ええ でもね、おはてらのスタッフはやってくるんですよ。こういうこと、あ,あそこまで読めるようになったんですね。そうなんです。藤井聡太さんが7月に21歳になりましたが、この伊藤匠七段はですね。おととい10月10日に21歳になったので、うん、同い年なんですね。ほうほうほうほええー。すごいな。 実はですねこの2人小学生の頃からのライバルと言われておりましてそうなんそな21歳の若者による竜王戦のタイトル戦に日本将棋連盟の株会長もですね小さい頃からしのぎを削った同学年の2人が檜の木舞台で顔を合わせるのは将棋界の新時代を思わせる出来事だと思います若い2人が最先端の将棋を見せてくれることを期待しますこう話したというんですね。 もうなんか少年漫画の世界っすよね。そうですよ。ライバルだったとしてもですよ。はい。本当に大人になってからプロになれる人なんて、わずかですからね。はい。プロ騎士になることがめちゃくちゃ狭きもんですから。はい。やっぱリスペクト以外の何者でもないな。 うん。さ、そんな中ですね。今朝ことぶきさんが紹介してくれる映画なんでしょう。今朝紹介する作品はオペレーションフォーチュンという映画でーす。A.K.B.48 の歌ですかね。ええ、すななんだそれ。フォーチュンクッキーかそれ。そうですね。あのテラちゃん。えー、はい。いやお互いやっぱりねいい年こいてますから。 AKB のフォーチュンクッキーってもうだいぶ昔の曲ですからね。考えてみりゃ。ちょっとあの古いですよ、これは。お願いいたします。まあ、ガイリッチー監督のまあ最新作になるわけなんですけれども、これはあの物語からちょっとね、説明させていただきたいんですけれども、まあ、イギリスのまあ、情報局ですね。MY6 御用達の B1 エージェント、オーソン・フォーチュンがまあ、主人公なんですね。 100億ドルで闇取引されているハンドルと呼ばれる危険な兵器を追跡、回収するという、まあ、ミッションを課せられるわけなんです。でね、MI6 のコーディネーターである、えー、ネイさんとあ、まあ、毒舌の天才ハッカーのサラ、そして新米スナイパーの JJ とチームを組んで、まあ、行動スタートさせたフォーチュンなんですよ。でね、 脳天気なハリウッドスターのダニーをこう無理やりこのミッションに巻き込んで、億万長者の武器商人グレッグに接近するんですよね。うん、ただ、次第に闇取引の裏に隠された巨大な陰謀が明らかになっていくという物語で、まあ、主人公のフォーチュン役をジェイソン・ステイサムがまあ演じているんです。でね、この作品、まあ、外立 大リッチーの監督だって話をしたわけじゃないですか。はい。やっぱ大リッチーって何て言うのかなオシャレというか、スタイリッシュなんですよね<ー>。オープニングでテラちゃんね、とある男が革靴で廊下をこう歩くシーンから始まるんですよ。こ<っ>の靴の音が、この映画が始まる、ある意味ファンファールなんですよ。へ<ー>このあたりがイリッチー的センスだなと思いましたし、 めちゃくちゃテンポがいいし、小気味がいいんですよ。はい、この作品の中でね、まあ、いわゆるこのターゲットのスマホをね、調べなければいけないなんていうシーンがあるんですよ。で、まあ、オーソンとサラが、お互いじゃあお前が調べてこいよ、みたいな言い合いになるんですけれども、オーソンが言うんですよね。現場に出た以上、 靴を汚せ、みたいな。ただお前がやれよとかじゃなく、こう一言一言のセリフがね、こうね、刺さってくるんですよね。やっぱりね、まあジェイソン・ステイサムというね、まあアクション俳優、エンタメアクションとの相性がほんといいなと思いました。やっぱりね、ジェイソン・ステイサムのアクションシーンってね、やっぱ説得力あるんですよね。それと、まあガイ・リッチー監督作品なわけなんですけれども、ガイ・リッチーとジェイソン・ステイサムってこの作品で、 5回目のタッグを組むんですよ。だからずっとこう相性がいいわけなんですけれども、実はガイリッチの長編商業デビュー作が、ロックストックトゥースモーキングバレルズというイギリス映画なんですけれども、テラちゃん、実はこのロックストックという映画、<っ>ジェイソン・ステイサムのデビュー作なんです。ほ<う>だからガイリッチとジェイソン・ステイサムは、 お互いデビュー作で一緒にタッグ組んでるんですよね。だからもう名友関係っていうところがまあ言えると思います。なんかね、いろいろまあスパイ映画たくさんありますけれども、やっぱり映画でね、こうね、エンターテインメントとしてね、こう楽しめるみたいなところって大事だと思うんですよね。オペレーションフォーチュンね、本当に僕自身はね、楽しく、なんかね、昔見ていたスパイ映画の、なんかこの小気味良さみたいなものも感じました。 映画オペレーションフォーチュンぜひ劇場で体験してみてくださいことさん映画オペレーションフォーチュン10点満点中何点それでは7点でお願いします 今朝ことぶきさんが紹介してくれました映画オペレーションフォーチュン劇場鑑賞券3組6人にプレゼントしますメールでご応募ください宛先はテラハイフン映画アットマーク j o q r ネット。映画オペレーションフォーチュンは明日10月13日金曜日公開ですことぶきさん今朝もありがとうございましたありがとうございました以上ニュースピックアップことぶきシネマのコーナーでした